あの対象の壺ですけれど、この、 あの金融区全部保護する場所がこれです。これね、これがこのなぜか元気にあのこっちが詰まってることが結局この下が詰まってる罠です。全部詰まってる罠ですね。それで、まずここにこの、あの貼るんです。貼って1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、こう刺激することによってこれが柔らかくなります。それでもう一つ、あの悪いければもうちょっとやってる。次はこのなしはこうなってるから、こういうになってるから、これが頭がこのこれがこう離れないといけないの。もちろん寝不足でそういう現象が起きていても、これが本当に寝不足のかどういう正解のかことはまだクレッションマークです。でも私が見た時この辺です。もしこの頭はこっち側を痛いければこれがこう押すんですね。それでこの足がこっちのところ綿とか入れて普段歩ける時、それでこの足が気をつけないといけないかなと思いますね。話せばいいんですね。次はこのなんですが、こういうにしますか、曲げれますか、曲げて、これが甲状腺です、甲状腺が腫れてる人、そういう方たちはここがね、この腫れてる人が多いのよ、パンと見てこっちが腫れてる人がいるの、それが甲状腺の道ですね、これ流線のところがあの血の巡り、優先は触ろうと万病が効く場所、要するにこれは心臓とつながっております、だから血の巡りがきれいくする場所がこの場所です、ね、この場所ですし、あの何ですか、このもうあのここでじゃ あ, あのここを触って、あのここをこの貼ってここに貼って、もちろんこの何ですか、甲状腺悪い人はここ触る、ここやるんです。それでそのやってあのこういうにこの道あの手すみたいこの線があるの、経絡これが経絡です、これは他の人たちはそういうお話しないのね。それでこのこういうにこう貼るんです。貼ってこういうふうに貼って、これが手すみたいこの線があるでしょ、線のところに向かってこの貼るんです、結構貼りますねとかじゃないで、これがこういうふうにすることによってどうなりますか、する血の流れが良くなって、もっともっとこの何ですか、この夜中トイレ行くんですか、行く暇がないね、なかなか行く暇がないね、の時はあれですけど、行く暇がない、18時間になればね、あのこの辺です、調整の子宮、前立腺、全部この辺からあるんです。もちろんこれが流れですね、流れでこの辺このちゃんと貼らないといけないの。そしてこの辺ね、すいませんね、この辺ね、これがこの前立腺、あの要するにこの流れる道作るんですね、道作ってこれと、あの指の3本、これ三陰交がこの大丈夫な人はもう防護とかその辺は大丈夫です。でこれもこのなしが、これはあの決めれないんですよ。なぜ決めれないのかことは、触って一体どころにやらないといけないの。こっちですか、だからこれがもうこれは基本です、3本はね。その後はこの何ですか、触って一体どころ、この辺にあるの。それでこの辺に貼ることによってあの全て良い状態になるんです。この骨の奥のところ、こっち結構何かあるんですね。これがちょっと何かあることが、要するにあのこっちが肝臓ですね、肝臓のところに今脂肪があることね、
これでわかるの。触ってみてください、この円。脂肪感。うん。これ触ってみてください。自分では。ああここね。うん。なんだっけ、このセラ、なんだっけ、セロトニン。セロトニン。セラ。セラトニンか。このチューブチューブなってるプトみたいなものが、うん、あるね、そういうものがあるんです。これが溶けないとこれでつながっております。左は肝臓で、はいはい、右は E なんだ、はい、だからこっちにクロスなってこっちにまたクロスなるんです、うん、ね、そういうことがこれが溶けるようにあのしましょうですよ。結局こういうものが溶けるものが何ですか、するければあの生姜のその力も必要だと思います、うん。